皆さんこんにちは、ピアニストの澤田瑞江です。今日はピアニストの宿題シリーズ、譜読みのシリーズ第24弾といたしまして、ドメニコ・スカルラッティのソナタに挑戦したいと思います。というわけで、今回も、譜読みをしながら、どんな風に仕上げていくかっていう解説を入れて、進めていきたいと思うんですが、皆さんドメニコ・スカルラッティはご存知でしょうか。まあ、ドメニコ・スカルラッティは、この時期に生きた作曲家としてはヨハン・セバスチャン・バッハとかヘンデルとか、そこら辺のすっごい有名な大御所が、いらっしゃる時代なんですが、この方は、鍵盤楽器が主で、チェンバロとか多くの作品を残している方なんですけど、すごいそういう鍵盤楽器愛好家の方たちからしたらすごくこういい作品が多いよねっていう評されるような作曲家です。1685年の10月26日にイタリアのナポリで生まれてます。スペインのマドリードって今ちょっと言ったんですけど、それは、亡くなったところがスペインのマドリードになっていて、1757年の7月23日没となっております。で、この時期、今1685年から1757年というふうに言ったんですけど、バロック時代っていうのはそもそも1600年から1750年に作られた作品を、クラシック界においてはバロック時代と呼んでいる時代でして、主にその最初はそのヨハン・セバスチャン・バッハ全盛期みたいな時は、主にこう教会で神に捧げる曲とかカンタータとか歌とかっていう、作品が多かったんですけれども、徐々にルネサンス期になって、鍵盤楽器が発達してきたんですね。でそれとともにその貴族とかが宮殿とかで華やかに祝典とかを行う際に曲を作るっていう役割を作曲家が担い始めて、作品がやっぱちょっとこう厳かで神に捧げるような曲から少しこう貴族がこう華やかな場で聴く曲みたいなのに雰囲気がちょっとこう変わってきたっていう時代でもあるみたいです。まず最初のここですね。私2位でもう勝手に、トリルをつけてしまってるんですけど、本当はこんな感じで書いてあるんですね。なんだけど、当然ながらっていうここは模倣してる形になりますよね。よくバッハの作品とかでもよく出てくる形ですが、何かのモチーフを違う音から始めたりとか、そうすることで模倣して曲に組み立てていくっていう手法が使われています。で、そういう時は大体最初にトリルをつけたらわざとつけないっていう選択肢ももちろんありなんですが、私はちょっとここつけたいかなっていう感じですかね。で最初なんですけど、こうもう思いっきり、イチョウチョアーデュアの一度の和声をいきなりやるわけなんですけれども、ここがすごく華やかさをなんていうのかな、醸し出しているところかなと私は個人的に思うので、これも悪くないんだけど、こうちょっとバラしてあげるとより華やかですよね。これもいいんだけどなんか好き好きですかね。
の時にお気づきになられた方いらっしゃいますでしょうか。とか同じ音が出て2回連続で同じ音が出てますよね。こういうのとか、あと左だとみたいな、あとその次の段出るから、まだいいっていうか、ちょっとこう、休符を挟まないで同じ音をやるのとはまたちょっと違うんですけど、でもこれもちょっと表情を必要とする、なんだろうな、とかってこう動きがある、前の音と違う音に移行していく時っていうのは、そんなにこう、なんだろうな、歌心うんぬん、必要ですけどね、歌心はね、必要だけど、そこまでこう神経質に気をつけなきゃいけないところではないんですね。なんだけど、なんか同じ音が出てきた時に、例えばとかこういうところで、弾いてしまうと、同じように今打鍵したんですけど、どうですかね、なんか表情が見えないというか、ちょっとロボットが弾いてるみたいな感じになってちょっと寂しいですよね。なのでなんかこういつも先生に、あなた歌ってないよねとか、音楽的にこう音楽性がないとか、なんかすごいこう辛辣な先生だとそのぐらい言うと思うんですけど、音楽性がないよとか歌って聞こえないよって言われるような方とかは、なんか具体的にどうすればいいのかっていうのを自分で分からずに、ちょっと私の方に、その例えば他のところの、教室から移られてきた生徒さんとかで、なんか音楽性がないって言われてきたって言うんですけど、全然そんなことないんですよね。なんか聞くとすごくこう、弾くときにすごくこう音楽に乗って自分がこう入っていくように弾けているし、別に足りないところって言ったら、そのなんだろう、どうやってやったら人が歌って聞こえるかっていう具体的な方法っていうのを知らないだけだったりして、でそれはその私が聞いた時に感じたら、それを指導するんですけど、例えばっていうふうに同じように打鍵するんじゃなくて、優劣をつけてあげる。音楽って必ずなんか同じように、こう例えばこれもどうですかね、今同じように弾いてます、全然歌って聞こえないですよね。これ例えば最初をちょっと出してあげて、少し弱くしてあげて、ここに広げてってあげるみたいにすると、こういうミーミーラっていう感じでちょっとこう音の波ができるんですね。で音の波ができていない状態で水平になんかこう音は、これだとダメなんですよね、こうっていう風にこういう曲線を描かないとどうしても歌って聞こえないし、うまく聞こえないっていうポイントがあります。それはどの作曲家でも同じことで、ただなんかこの今日取り上げてるこの曲に関してはとてもそれがあるんですよ、みたいな、なんかこういうところもこういうふうに、わかりますか、じゃなくて、優劣をつけ
われた方いらっしゃいますかね。それは逆じゃダメです。変ですよね。音楽ってあの必ず拍っていうのが存在していて、拍は弱拍と強拍っていうのが存在するんですよね。で、一発目のところで強くしたら次が弱くなるっていう風に、表裏っていう風にできてるんです。なのでこれだとなんかドンドンってなんかドンドンってなっちゃうのでダメなんですよね。なのでセオリー通りみたいな感じでやれるといいです。で、それは今拍の話をしたのでついでに行きたいんですけど、2段目のその一番最後のところですね、ここですね。ここなんかは今同じ音同士じゃないんですけど、ラミラレラドラっていう風にジグザグしてますよね。これをジグザグと捉えるか、それともっていう一番上だけのパートとっていう下がってくるパートとで分けて考えるとジグザグしないんですよ。気持ち的にこうパートが分かれてるんで、自分一人でやってるんだけど楽器はアンサンブルのイメージです。そういうのをこういうところ苦手だなっていう方がいらっしゃったら、両手で取ってください。実際左で取るんじゃないんですけど両手で取ります。これは練習の時だけね。こんな感じです。そうするとですね、ラの方が強いとこれはないなっていうのに気づくと思うんです。ラがうるさいなみたいな。こっちが表でこっちが裏で、こっちの方に主導権があるんだなっていうことに気づいたら、両手から、元の元々ある右手だけの練習に戻してもらって、します。こっちの方があまりこう打鍵しないように、こんな感じです。で、その次の段ですね、ここ、リズムすごく正確にやる必要があって、でちょっとリズム打ちが苦手だったりとか、ちょっと適当になってしまう、不読みで最初に見てきた時とかにちょっと適当になっちゃいがちな人とかっていうのはいるんですけど、それはなぜかっていうとリズムを数の感覚で捉えてないからなんですね。参考にするような演奏があった場合に、もう出来上がってる演奏っていうのはもうそんなきっちりきっちりは弾いてないはずなんですよ。きっちり弾くとさっき言ったようにその、ロボット的な感じになることもあるので、その自然な波の、こう小さい波の中で音楽が成り立っているとすると、そんな箱に入れるようにきっちり詰めて弾くっていう感じではなくなってくるので、拍も多少のこうちょっと前後揺れみたいなのはあるわけですよね。なんだけどそれをこう耳で聞いて耳コピーしてしまって、なんとなく弾いてしまうと、こんな感じになってしまうんですね。両手で弾くと、これがちょっと適当に弾いている感じなんですけど、こうじゃなくって実際はですね、ここを、4分の2拍子なんですよ、この曲で。こんな感じで本当はこれが
16分布で、これが、3連符、16分の3、16分布の3連符になります。当然ながら、最後に向かってっていうところが3連符なんで早くなるはずなんですね。で次、ここなんてさらに32分布になっているので、で前のここから比べたら倍速になるのが普通なんですね。こういうふうに正確に捉える必要があります。で、よくリズム打ちが苦手な生徒っているんですよね。で、まあ、特にお子さんとかだとやっぱりちょっとこう数の感覚がまだちょっと成り立っ自分の中で構築されていなくって、まあ、ちょっとこう適当になりやすいというか、ちょっとこうもうなんかそういうの分かんないから私みたいな、ちょっとシャッターを閉めがちなんですけど、私はちょっとこうそのシャッターガラガラと開けてやるんですが、こういう時に一拍単位とかでこう大きく捉えてリズムを考えてしまうと余計にざーっとこうざっくりした感じになっちゃうので、おすすめはもうなるべく細かく分割することです。でこれの場合はここら辺がいいと思うんですけど、今どういう風にしたかって言ったら4分の2なんだけど四分法1回で捉えるんじゃなくて、それをもうさらに半分に分割して8分音符を一拍単位として1と2と1と2とこんな感じ。拍はしっかり最初の時点で取れていないと徐々にテンポが上がってきたりとか徐々に歌い心が入ってきたりとかした時にさらにぐちゃぐちゃって聞こえるようになるので、最初のこの譜読みの時点でいかにきっちり数の感覚として正しく頭に入っているかがポイントになります。これはこの曲だけじゃなくて全部他の曲でも言えることなんですが、自分の取り方はいつもざっくりやってるな、見よう見まねでちょっと聞いた感じでなんとなくやってしまってるなっていう方はこれを機会にちょっとしっかりと数の感覚で頭に入れる、最初嫌でもメトロノームとかこうやってこう膝を叩くでも何でもいいんですけど、こういう形で我慢しながらやってください。これ慣れなんで数の感覚嫌だって言ってられないんですよね。慣れなのでこう慣れてしっかりきっちり仕上げていくために最後の仕上がりが全く変わってくるので、しっかりここはやってもらいたいなと思います、うん。でそれでやると、さっき適当にざっくり一拍単位でこう最初からリズムの苦手な方がやった場合っていうのをやったんですけど、もうむしろっていうところは2対3じゃなくてもう全部同じ速度になってるので5連みたいになってるんですよね。ここなんて6連符になってるしとかじゃなくて2対32対4とかなんです。なのでしっかりきっちり測ってる人の演奏がどうなるかっていうと、全然違いますよね。運命の差で違うと思うんですけど、っていうことです。ここのリズムはそんな感じで譜読みされる方、これから譜読みされる方いたらここすっごい気をつけてください。で、これなんかソラシドソラシドっていうのを2回繰り返してるんですけど、こういうのって例えばですけどその前の段が好きなんだっていうコーナーになってます。ここ
2段目ね。でドトレが好きなコーナーなんですけど、いずれドトレを抜け出さなきゃいけない時期がやってきますよね。なぜならドトレだけでこう曲が構成されるならいいけど、展開していかないので、それだと。だからいよいよ意を決して、ここ行こうかな、どうしようかな、行こうかな、いやでもやめとこうかな、あでも行こうかなっていう風に行ける時が来るので、そこにちょっとこう喜びを持つというか、ちょっと動きを、なんていうのかな、自分でエネルギーを加えてあげる。その迷ってる時とか、こうこんなとこで頑張ってもしょうがないので、だから迷ってる時にこうすごい勢いで弾いたって、まあね、たかだか箱の中でこう行こうかな、どうしようかなってこう揺れてるだけなんで、そうじゃなくて、箱がこう、その自分のなんかそういう囲いが取れた時にいかに動き出すかってことが、やっぱり音楽もすごい大事で、その時にいよいよこう物語がちょっと展開していくっていう感じになりますよね。なんかそういうところは、なんかそのそういうところにエネルギーを貯めておく。だから、その外に出れないでもがいてる感じっていうのがあって、うん、やっぱり行かないで行こうかなって思うんだけど、ここのところでようやくミソラシドの、あの範囲から抜け出せるっていうことになってるんですね。でそういう時に喜びをやっぱり持つ。気持ちを持ってくるっていうことがすごくこう大事になってきます。単調なだけじゃなくて、その単調なところがあってこそ外に出れる時の喜びがあるわけだから、単調なところ、迷ってるところもすっごい大事ではあります。ただ、曲の構成としては、そういうその迷ってる間にものすごいエネルギーを使うというよりは、迷いから解き放たれた時にいかに動き出せるかっていうところに、エネルギーというか物語の展開力みたいなのを使った方がいいので、なんかそういう風に曲っていうのは組み立てていくと、メリハリがある演奏になるかと思います。うん、で、その次のページですね。感じですね。すっごい華やかですね、この曲ね。なんかそのさっき言ったように貴族の式典とかでなんか使われるようなイメージで作られたんじゃないかなと思うんですけど、なんかこうイメージ的にはそうですね、なんかヘンデルの水上の音楽とか、すごく華やかで、うん、なんかこう一点の曇りもないっていうか、なんかそうちょっと前向きになれる曲かなと思っています。うん、で、そうですね。で2ページ目の一番最初のとこですね。これは最初の言うまでもなく最初の冒頭の。
ていう、ここを、模したもの、模倣したものになるんですけど、ちょっと左が、まあ左も右も、最初がここ、次がここ、で左は最初がここ、次がここなんですね。そうすると、下がってるのが分かりますよね。音が最初よりも低くなっています。なので、低くなっている時に、例えばなんですけど、このバスの方をオクターブで弾くときに両方出すとあんまり歌って聞こえないです。なのでどっちかに重心を置いてあげた方がよりこう音楽的に、なんていうのかな、マイルドな音になるっていうか、角が取れた音になるんですね。これが、両方弾いちゃうと結構すごい音、私今すっごい加減してるんですけど、3割ぐらいしか出してないです。自分の力の怪力なので。で、3割ぐらいしか出してないけど、こんな感じの音になります。なのでこれだとちょっとこう広い会場とか、バーンって音響がすごいこう整ってるような会場で弾いた時もガーンってなるし、あとはその狭いところで弾いててもなってなる感じの音になるので、ちょっとバラしてるんですけど、バラした方がやっぱり最初と一緒で、私はちょっと好きなんでちょっとバラすんですけど、そうするとそっち側の方が こっちよりもこっちのバスの方を出してあげた方が、よりこういった時に、さっきの時はこっちの方を出したんです、出そうと思ったんですけど、なんかそのやっぱりこう上の音を出してあげると、これから何かが始まるような、なんていうのかな、ちょっと花吹雪をパーンってこうね、結婚式とかでフラワーシャワーじゃないですけど、なんかパーンって上に向かって、おめでたい時って上に何か物を投げたいみたいなのもありますよね。なんか私あるんですけど、そう、なんかそういうパーンおめでとうみたいな、こういう時にちょっと左手が出すぎるとちょっとこうベタっとしてこう下の方に気持ちが沈むので、みたいな感じでちょっと上の方の音を出してあげたとしたら、その次の時みたいな感じに左手の方、バスの方を出してあげると、さっきとのこの高音部出した、次こっち出すって言ったら、これだけ開きがあるわけですよね。この鍵盤の開きがあって、この音域がすごい大事です。この幅がより、なんていうのかな、さっきの出した音とより奥行きを出してあげたい場合に、ここと一番高いとこと一番低いとこを、なんていうのかな、比べてあげた方が、それは幅は出ますよね。それが例えばさっきここ出したから、じゃあ次もこっち出そうってなったら、たったここしか幅がないわけですよね。違いがもうたった4度じゃないみたいになって、あんまりこうイメージが変わらないんですけど、それはなんだろうな、まあ、曲の作り方によっては全然いいんですけど、わざとやるんであれば、もうなんていうのかな、仕組みも全部わかっていて、あえて自分はその裏を行くっていうんだったら、それはその方のそれぞれの好みで趣味なので全然いいんだけど、なんかこう、なんだろうな、ピアノってやっぱりすごい鍵盤の奥行きがあって、全部オーケストラの音量が、音量じゃない、オーケストラの音域が全部出るって言われている唯一の楽器なので、なんかそれを活かしてこう奥行きのある演奏にしてあげたいなって、ピアノが弾いてるんじゃなくて、もっとこうオーケストラ全体で弾いてるようなイメージでって思うと、ちょっと物足りなくなるんですよね。なんかこういつも同じような音域を出してると物足りないので、私なんかはちゃんとこう物語に味をつけてあげたいから、さっきのところとは違う音域を出して、あえて出してあげて、お、なんか最初はもういかにもなんかこういう感じで出てきてたのに、なんかこっち側から音が出てるなみたいな、感じで、
そうですね。なんかオーケストラでいうとこうバイオリンの一番最初あの手前の人からこうやって最初のところはこう音が飛んできてたりとかしたのが、なんかちょっとその奥に奥まっているビオラの人とか、あとそのチェロの人とか、なんかコントラバスの人とかっていう、その奥まってるところから音が聞こえてくるイメージ。いつもいつも同じところからポン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 音が出てきてるとオーケストラ的に聞こえないので、そこの広さみたいなのを感じるあのような演奏にしていくと、すごくこう聴いてる人も楽しいし、なんだろうな、ちょっと上級な演奏になるかと思います。うん、で、音の形は全部模倣しているので、全部、そのここがオクターブで4度上がって終わり、オクターブで4度終わって、あ、ごめんなさい、4度上がって終わり、オクターブ下がって4度終わって上がりっていう形を3回繰り返していることになるんですね。それを全部どうですか、なんか曲になってない気がしないですか。これはところっていうのはどこなのかなって考えた時に、シが一番高い位置になるんですね。なのでちょっとここを優先します。で次下がるのであんまり出さない、でちょっと上がってくるので、ここで少しこの上がった音を若干主張してあげます。そうすると、よくあるのがピアノって両手を全部使って自分の頭一つでこう判断してやっているので、よくあるのはまあ、生徒たちのレッスンをしているとよく私に注意されることがあるとすると、あ、まあいろいろあるな注意はいろいろあるんですけど、なんかこう私が気になることっていうのはよくあって、なんかその自分一人でピアノをなんとかコントロールしてるんだみたいな、なんか一生懸命さみたいなのがすごくこう伝わりすぎちゃうと、曲ってすごいなんだろうな、すごい感心して、あー、すっごい頑張ってんね、すごいねって感心はするけど、なんか曲に入れないので、そもそもその技術ってすごいねとか、なんかそもそもよく弾いてるねっていう技術に気持ちが、なんかその聴いてるオーディエンスの気持ちが行ってしまうっていうのは、そもそもそのなんだろうな、聴いてくださってる人の気持ちを音楽に乗り込んでもらえてないってことじゃないですか。なのでなんかその感心されるんじゃなくて、感動されるように音に全てその自分のイメージだったりとか、その構成力だったりとかっていうのを全部反映させてもらって、で感心させる演奏じゃないように、曲に入ってもらえるようにしなさいっていうふうに言うことがよくあるんですけど、なんかそういうなんていうんですかね、なんか構成力、なんかさっき言ったようなここなんてここの時右と左がここだけ離れてるんですね。なんだけどさっきはこれだけ開くっていうことは、やっぱりそれだけ音に奥行きを持たせてほしいっていう作曲家の意図が含まれていると思った方がいいんですね。なのでその奥行きを、自分が与えられたその奥行きをいかに
もっとこう広いところはもっと広く聞かせてあげたいし、狭くなった時にいかにこう、あ、なんか縮まってきたなっていうのをいかにこう聞いてる人に気づいてもらえるようにするかっていうことがすごい大事になってきます。なのでそれをできるには、そういうふうに聞かせるにはどうしたらいいかっていうことを演奏者が考える必要がある。だからその高いところはすごくここら辺の音域を出してあげた方がこっちとの違いが分かりやすいなだったりとかっていうことを常にこう頭をもう常にこう巡らせながら、あの練習は進んでいく必要があると思います。うん、トリルが、何回入れるか問題ってあるんですよね、トリルってね。その人の力量によって全然それは違ってていいと思うんですけど、これ4回なんですよ。ミレミミレミレドレシーですね。でもこれは余裕がある代わりに最後のところがちょっとこうとか、こうやって伸ばす音でこういう生っぽい、調理してない生っぽい音が出てしまうと、みたいな感じで長く残る音とか、一番最後に弾いて次の音まで時間がある音っていうのはやっぱり印象が残りやすいですよね。だってずっと伸びてるから、そのよくこう聞こえるっていうので、こうやってこうやってやってる最中の音よりもこうやってやってる最後の音の方が、あ、どういう音色が鳴ってるなっていうのがもし分かりやすい、どういう人にも分かりやすいので、その伸ばしてる音に対して注意を払えるかどうかっていうのを考えてください。最後が強くなっちゃう人とかはもうこれアウトですね。こうですね、こんな感じ。もうゆっくりやると最後がもう弱くなるようにするんですね。そうすればタララランタラトンタララランっていう風に歌って聞こえるので、そのこうじゃなくてこうですね。みたいな感じです。で、まずそれが基本的なことができるようになったら、例えば4回これトリルが来るんですけど、ここまでアタックは強くないけど、ここまでは弱くしない、みたいな感じで1回目2回目は弱くしたけど2回目3回目はあまりやらないとかっていうのを、基本ができた後にみんな同じように弾けている上にさらに肉付けしていくっていうんだったら全然いいと思うんですけど、最初からなんかみたいな感じで最初からやってしまうと、そういう、なんだろうな、例えばさっき言ったような歌心がないよねって、どうしてそういう風な音になるのとか、音の処理が甘いとか、なんかその、収まるべきところで収まってないっていうのが言われがちな方っていうのは、最初にそういった基本の動きっていうのを一旦自分は全部同じようにできるのか、例えばみたいな、場所を変えたとしてもちゃんと自分で同じように全部平均的に弾けるのかっていうのを確認してから、その上にプラスアルファで自分はあえてそれができるんだけど、あえてそこのところは弱くしないんだよとか、そういう風なのだったら説得力が出るのでっていうのはあります。で、今だと、4回だったんですけど、もっと入れられるよとか、もっと入れられるっていう人はもっと入れると6回とか、そう、これだと、6回か。
かな、6回が限界だと思うんですけど、あの言って8分音符なんで、もう8分音符の中に6回入るぐらいで、みたいな、もうそれは好きでいいと思うんですけど、弾ける人に関しては。うん、なんだけど、まあその雰囲気が全く変わってくるので、例えばみたいな、もともとのリズムを大事にしたいよねっていう方からしたらちょっと多いかなっていう感じがします。なこれだとあの元の形のリズムが分かんなすぎるから、なんだろうみたいな、なんか全部が連打みたいになってる、こういうところも含めトリルみたいに聞こえてしまうので、みたいな、多少最後がちょっと、伸びた方が私はいいかなという感じはします。ことができない楽器だったから、当時あの今の現代のピアノにおいてつなげて弾くことももちろん悪くないことなんだけど、当時のその音楽の世界観を表現するあの術の一つとしてノンレガートを用いることはよくあります。なので書いてなくてもこの時代の作品は自分でそういう方がいいなと思ったらノンレガートに書いてください。うん、っていう感じですね。うん、そんな感じで、まあちょっと最後まで行ったんですけど、意外とこの、そうですね、これなんて4から入るあのトリルなんですけど、あの苦手な方多いと思います。4-3
う話をしたと思うんですけど、村であるこっちの方がなんか変ですよね。こっちの方が出ちゃうと変だから、タンタンタン、こっちのミの方、すごい鍵になるかなと思います、うん、トリルもその同じなんていうのかな、水平のところにこれだともううるさいだけなんで、タラタラタラみたいな、ちょっとこう弱くする場所を必ず一向機に作ってあげないと、ただただなんか機械的に弾けてるっていう感じになるので、音楽的じゃないですよね。なのでそういうのも気をつける必要があると思います、はい、それでは、今解説させていただいたこととかを、踏まえて、まあ全体通すとどんな感じになるかっていうのをちょっと弾かせていただきたいと思います。させていただいたので4ページ演奏したことになるんですけれども、なんかこういった曲でその基礎的なバロックの基礎を掴んでいただいて、より難しいバッハの作品とか、例えば3世4世とかそこら辺の作品に徐々にステップアップしてチャレンジしていくのはすごいいいんじゃないかなと思う課題でした。でなぜそう思ったかっていうと、まあショパンとかそういう後期、ロマン派とか、あと、まあクラシック時代、古典時代っていうのは、まあベートーベンとかハイドンとかモーツァルトとかいますけど、そこら辺の方たちの作品に比べて、やっぱりあれですよね、伴奏足すメロディーみたいな、左手は主に伴奏になっていって。まあ、右手は主にメロディーになっているみたいな感じの作品ではなくて、バロックって何が難しいかって言ったら、まあもうところ構わず主要なモチーフ、大事なモチーフがどんどん出てくるんですね。その部分的な、そういうそのブロック的なものなんですけど、なんか私からするとそのブロックを積み立てていって一つの曲にしている感じなんですが、なんかそういう一つのブロックを見逃さずにしっかりこう組み立てていくっていうのがすごく大事な
作業になって、なのでなんか古典時代以降の、作品とかよりもすごくなんていうんですかね、左手の意味っていうのがより左手が独立してしっかり一本一本表情がつくような感じで動いていないと、ガバッとこう例えばみたいな感じで掴むものっていうよりは、なんだろうな、なんかこう単音で右に対しての掛け合いだったりとか、なんか右と同じだけの力を持っていないと、力っていうのは強さっていう意味じゃないんですよ、なんかそのなんだろうな、存在意義みたいなのがちゃんとないと、独り立ちできていないとっていうんですかね、なんか右と同等に扱える存在でないと、両方ともなんていうんですかね、なんかこう例えば右利きの人だと左手をこう細かく動かすのが苦手だったりとかすると思うんですけど、ピアノにおいては両方とも同じように使えないと話にならないというところからスタートなので、そこら辺がこういう基礎でバロックの基礎的な作品で学べるんじゃないかと思います。でなんかバッハの3世4世ぐらいになってくると、片手で2個の役割というか、片手で2個の、パートをやらなきゃいけない、もう2個2個でそう4つ、これで4つぐらいずつ の作品を弾くようになるので、なんかなんだろうな、まだいいんですよねこれは片手で1個のさなんかこう役割なので、なのでこの時点でしっかりこう基礎ができていないと、こういう曲の時点でしっかりこう自分は左手がちゃんと一人でも歌えてる、人前で左手だけでも作品になってるように練習してきてってよく私は生徒に言うんですけど、なんかもう本当に右利きで私は左があんまり得意じゃないって言ったら、もう左は右の場合練習してきてっていう風に話をするんですけど、なんかそのぐらいやっぱり左手が独立して歌を奏でていないといけないので、なんかそういう基礎的なことをやるのにはすごくいい作品かなと思いました。なんかこれも実はちょっとなんだろう、もうすぐピアノの発表会が私の教えている生徒たちのピアノの発表会がありまして、でまあ数ヶ月前に曲をみんなに与える時期があるんですよね。あなたはこれやってね、これやってねって、でその時にちょっと候補曲として一個この子にどうかなと思った曲の1個です。でその子は結局違う曲を与えたので、ちょっとこれはボツになったんですけど、なんかいい曲なので私が代わりにやってみましたいかがだったでしょうか。こんな感じで前回からかなり何ヶ月も空いてしまった間に、なんとチャンネル登録者数が400人を超えまして、私の方がちょっと恐縮しております。なんか全然更新も滞っているのにすごくありがとうございますっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、なんかこれからもこういった曲の練習のコツとか、なんか意外とその世の中のピアノ教室いっぱいあると思うんですけど、なんかいろんな先生がいらっしゃって、で私のところにこう新しく移ってきた生徒さんとかから、なんか前の教室についてとか、いろいろこう他の教室について話を聞いてきたりとか、友達からっていう、なんかそういう他のところから の情報が回ってきた時に思うのは、やっぱりそのなんだろうな、どうやって上達していっていいかわからないっていうジレンマを抱えてる人が世の中いっぱいいるなっていうことがすごいわかるんですよね。それはもうなんだろうな、先生自身が教える先生がやっぱりその語彙力的にとか、あとやっぱりその感覚、音楽ってその右脳で処理してるところがすごく多いと思うので、右の脳で処理しているものを言語化してこう人に伝えようとした時に、やっぱりこうね、なんかその部分だけじゃないところを使って教えるのってやらなきゃいけないと思うんですけど、なんかそれがなんかその歌うってどういう風にやったらいいんだろうって思ってる生徒に対して、なんかそのとにかく
歌うようにやればいいのよとか、なんかとにかく弾けないと気合で弾きなさいとか、なんかそういう方がやっぱりいろいろ今はいらっしゃる、なんかね、昔はすごい多かったと思うんですけど、今もそういう指導はすごいあるっていうことを私は聞いて、そうじゃないんだよっていうことを伝えたくて、こういうあのチャンネルをやってるところもあります。あのやっぱり上手になれないのには絶対わけがあるし、あの上手になる練習ってやみくもに弾いていれば、あの回数弾いていればできるかっていうと、同じ時間数かけてもやっぱ頭を使ってやるのとやらないのとでは全然結果が変わってくるんですね。なので毎日の練習、あの限られた時間ですので、できればそのコツをつかんだ状態で皆さん、あのなんだろうな、効率的に上手になっていってほしいなと、あの思っているので、これからもこういったチャンネルをあのより発展させていければと思っています。皆さん応援よろしくお願いします。で、こういう曲をやってほしいっていうリクエストとかをあの以前からいただいたりとかしていて、あの少しずつあの自分でできる範囲でこう消化してやれたらやっていきたいなと思っているところもありますので、ぜひあの遠慮なくコメントにてあのお知らせいただければと思います。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。